但是有些人就像特别比较麻烦的，因为我们有国家公园，但是对于一个人で暮らしてみたいと思って留学してからモスク1年経つ。留学する前、日本でアニメの作品を見ることができると思っていた。私は中国にいた時、テレビで日本のいろいろなドラマを見ました。あ、皆さんこんにちは。私たちグループのテーマは3人のお坊さんと3つの物語です。昔々あるところに亀とウサギがありました。皆さん、今日私たちは兵糧兵糧という昔話を紹介したいと思います。わいえ、おはよう日本のワランです。本日の緊急事態宣言は東京、埼玉、千葉、神奈川の伊藤さん県に出されてから今日まで4週間となりました。一般的にワクチンの有効性は50% 情報 と言われて、本日は教育専門家のバイさんにお越しいただきました。バイさん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。夢に向かって羽ばたいていってください。皆さんの将来が笑顔と幸せでいっぱいでありますように。また会いましょう。さようなら。皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんが卒業することとても嬉しく思っています。これからもたくさん日本語使ってください。頑張って、また会いましょう。ご卒業おめでとうございます。人生には楽しいこと、辛いこと、本当にいろいろなことがありますね。皆さん、どうぞ素晴らしい人生を送ってください。応援しています。中野でした。皆さん、ご卒業おめでとうございます。昨年度から今年度にかけてコロナの影響で皆さんいろいろ大変だったと思います。でも今日の日を無事に迎えることができて、私も先生方も喜んでいます。まだまだコロナの影響があると思いますが、コロナに負けないようにこれからも頑張って皆さんの希望を叶えていってほしいと思います。今日はご卒業おめでとうございます。皆さん、卒業おめでとうございます。これからも日本語も日本の文化もいろいろ勉強してください。皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんと勉強できてとても楽しかったです。これからの皆さんの活躍を楽しみにしています。また会いましょう。さよなら。ご卒業おめでとうございます。皆さん、卒業おめでとうございます。今は大変な時ですが、今こそ皆さんの力が必要です。お国で、世界中で、周りの人が期待されている勉強や仕事をしてください。私の趣味はバードウォッチングです。これは私が撮った写真ですが、ブルーバードと呼ばれています。この鳥は森の中で見つけるとその人は幸せになれると言われています。皆さんも
一緒にいると心が温かくなったり、安心したり、勇気が出てくるような、そういう 人になってください。私は期待しています。頑張ってください。ご卒業おめでとうございます。 YIEA で学んだ勉強、そして経験したいろいろな出来事、それを生かして新しい世界に、新しいステップに進んでください。私たちは皆さんの夢を応援しています。皆さんご卒業おめでとうございます。今年はコロナで本当に大変な1年でしたね。でも皆さんとても頑張っていたと思います。素晴らしいです。これからもこの頑張りを引き続き、そうですね、目標に向かって頑張っていってください。ではさようなら。Chúc mừng mọi người tốt nghiệp nha.